はい、こんにちは、ミカスです。今日はですね、ホンダの V ツインマグナ、これの紹介をしてみようと思います。このバイクはですね、1994年から2007年まで、ホンダの方で販売されてたバイクになるんですけど、もう20年も経つバイクになるんですね。250cc なんですけども、このクラスのアメリカンっていうのは選択肢がね、あんまりないので、いまだに人気のモデルになってますね。さあ、エンジンなんですけど、昔のね、 VT シリーズっていうホンダのバイクのエンジンをアメリカン用にちょっとリファインしたエンジンになってますね。非常に丈夫で有名なエンジンです。ちゃんと手入れさえしてれば20万キロでも走っちゃうっていうようなエンジンみたいですね。さあ、このバイクの特徴なんですけど、ホイールがディッシュタイプになってますね。ミカスの車両はですね、走行距離1万6000キロということで、結構ね、サビが出てきちゃってはいるんですけど、期間的にはね、非常に良好ですね。さあ、エンジンは水冷になってます。夏場でも強い水冷エンジン。そしてマフラーがショットガンタイプっていうやつですね。リアはもう完全なディッシュホイールになってます。結構ね、こうサビがやっぱ出てきちゃうんですよね。でこのバイクが1996年なんで、18年前のバイクになりますね。メーターはこんな感じです。でこれは純正ではないんですけど、リアのキャリアと、背もたれですね。ちなみにこれ塗装は塗り直してありますんで、塗装だけは新車のようです。純正マフラーなんですけども、走行距離1万6000キロっていうこともあってね、ちょっと抜けてるみたいでね、音が結構いい音しちゃってます。エンジン非常にトルクがあって、250なのに400のドラッグスターより下のトルクがあるんですよ。なので街乗りとか非常に発進とかも楽だし、乗りやすいですね。ただね、ちょっとギア比が高いのかな。なのでスピード出すとね、結構な回転数回っちゃうんですよ。高速道路なんかでね、80キロとか100キロとかってなってくると、もうエンジンはもうレブ寸前みたいな、そんな感じになっちゃいますね。でポジションは非常に楽でですね、景色よく周りを見ながら走ることもできるんで気持ちいいですね。で燃費の方もね、リッター30ぐらいは街乗りでも走ります。ツーリングだともっと伸びますね。さあ、ということでね、デザインもなかなか250にしてはこう大柄な車体でかっこいいし、おすすめのバイクになってます。車検がね、必要ないっていうことが、250cc のメリットなんで、もし気になられた方は V ツインマグナ探してみてはいかがでしょうか。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。